はい。皆さん、こんにちは。チョうです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連してニュースと一緒に見ていきたいと思います。早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、現在ビットコインを43,500ドル近辺推移をしております。えー、一昨日のですね、えー、まあ、フェット関連の、まあ、ブレイナードさんという方からまあコメントがありまして、まあ、より積極的な、まあ、利上げ、もしくはその、 物価上昇への対処というのをしっかりとしていかなければいけないという発言があったこともあって、プラス、き今日は、ね、FOMC の議事録が発表ありましたので、そのあたりも今日カバーしていきたいんですが、そういったところを受けて、仮想通貨マーケットおよび株式マーケットに関しては、もう少し上でを抑えられたというか、やっぱりちょっと一旦ここ最近、上昇を大きくしていたので、その調整が入っているんじゃないかと思います。 で、えー、ビットコインに関してはもうちょっと調整入ってもいいかなと思いますし、株式マーケットにもおいてもまあ同様の感じですかね。まあ、ただあの、仮想通貨のマーケットに関しては、ちょっと正直今、株よりもあのいい環境に、まあ、あるというか、まあ、仮想通貨の方に資金が入ってきやすいような状況に僕はあるんじゃないかなと一定程度、えー、思ってはおります。というのはやっぱり今、あの株を積極的に買っていく インセンティブって正直あんまりちょっとないかなって僕は最近思い始めていましてえまあステーキングであしてもまあかなりいいあの利回り出ると思いますしまあ仮想通貨アップサイドただ,ただ単に値上がりしていくっていうところだけをまあ取りに行こうとしてもまあこっちの方が結構大きかったりもするんじゃないかなと思うのであの仮想通貨でポートフォリオを組んだ方が株式とかでポートフォリオを組むよりもなんか断然いい あのリターンが出せる環境に今ちょっと正直あると思うのでまあそういうふうに思ってる人っていうのは結構仮想通貨やってる人は最近多いんじゃないかなと思いますし、まあ、やはりその辺りの,あの感触っていうのを機関投資家の方も含め、まあ、結構な方が持ってき始めてると思うんですよね。なのでまあ、ますますす資金が入りやすい状況には あるんじゃないかなと思います。まあ、あとはやっぱりこの今すぐマーケットがドーンと上がっていかなかったとしても、まあ、潜在的なアップサイドっていうのはやっぱり株式よりも仮想通貨の方が大きいと思いますので、えー、まあ、今後僕も仮想通貨中心でおリりを組んでいきたいなというのは正直な気持ちとしては、まあ、今あるかなという感じですかね。はい。で、イーサーに関しても3200ぐらいまで下がってきてしまいましたけれども、あの、まあ、なんて言うんだろう。当然この、 大きくこのままどん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 上がっていくっていうのはま想定してなかったですしこの200日動平均性あたりのちょっとおもしになってるあたりに関しては一つのまあ売りの,あのポイントになりやすいのかなと思うのでまあまりここの下落に関して大きく悲観してポジションを減らすとかっていうよりも、まあ、しっかりとポジションをまあいいところで積み上げていくっていうところを意識しながらやっていきたい,のじゃい,きたいとは思っております。 はいでまあ、その他もろもろ全般的ですね、アルトコインもしてはいるんですが、あの仮想通貨マーケットへの全般的なあの悲観というよりも、やっぱりそのこれまで非常に順調に来ていたところの中で、さっき言ったブレイナードさんの発言だったりとか、あとは今日の,の FOMC の内容っていうのを受けて、まっ、あ、たちょっと調整ぐらいだと思うので、マーケットを がすごい悲観して落ちてるとかっていうのでも正直ちょっとないのかなと思いますので、ポジションをまあ僕はあの大きくシフトするとかっていうよりもあのしっかりとディップで、もう少し下がってくればまた買いましてっていうところは積極的にやっていきたいなと思っております。はい。で、えー、今日はですね、マクロのニュースいくつか確認した後に、えー、仮想通貨のまあニュース、そしてあとはオンチェーンのデータですね、このあたりをしっかりと見ていきたいと思います。 はい、まずは FOMC の議事録の内容ですね、こちら確認していきたいと思うんですが、えー、とまずそもそもえっと5月のタイミングで、ほぼほぼ50ベースの利上げっていうのは折り込んでいいでしょうというようなマーケットのコンセンサスになってきてるかと思いますし、まあ、あのフェッドウォッチャーとして非常に有名だ。 まあ方もそういった記事を出し始めているので、マーケットはまだ 100%5 月のタイミングで50ベースの利上げというのは織り込んでいないながらも、まあ、ある程度それがメインシナリオとして、もう今入ってきているかと思います。プラスそれに加えて、今回の FMC の議事録では、えー、と3月のタイミングですでに結構の人数が50ベースを上げるべきだというふうな発言も出ていたということもあって、まあ、そのあたりは確率性がかなり高いということと、また今回のもう一つ、えー 3月のタイミングの FOMC でのファインディングスとしては、まあ、ここにもあります通り毎月ですね95ビリオンのバラシットの縮小をやっていきますよとなのでまあ5月からしっかりと縮小を開始しますプラス、まあ、あのこの縮小の方法なんですけれども、まあ、毎月毎月あの、まあ、満期というか償還が来るんですがその償還が来た債権をまあ再投資しないで そのバランスシートで持っている、まあ、あの、債券のボリュームっていうのをどん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 下げていく。で、95ピリオンにその償還が満たなかった場合、償還のボリュームが満たなかった場合は、積極的に、この95ピリオンっていうのを満たすために、まあ、今保有している債券っていうのを売却していくというところを行っていくそうです。で、えー、ま、これから積極的にこの QT というふうに言われるクオンティティブタイトニングが行われていくことによって、市場から流動性が抜かれていくと思うので、 まあこれをどういうふうに本当にマーケットが捉えるのか、および本当にバランスシートが縮小していく、かつマーケットからお金が抜けていくかどうかっていうのはちょっとこれはちゃんと見ないといけないかなと思っています。で、Fed としてはやっぱりマーケットのクラッシュが怖いこともあって、今もあの流動性の供給っていうのはまあ過剰流動性の供給というのをやってるんですよね。だからこそ株式マーケットおよびまあ仮想通貨のマーケットも支えられていると思うんですけれども、そこが大きく本当に バランスシートの縮小して市場、市場にある資金も抜かれていくようであれば、仮想通貨マーケットも、あの、株式同様、上値が重くなっていく可能性は十分にあるかと思います。その一方で、例えばその e ー a ーであれば、2.0、コンセンサスレイヤーへの移行というところも、 えー、ありますし、まあもろもろの、あのーまあ、材料とかもあったりとかするので、まあ、その個別要因を見ていかなければいけないというところとあとはさっきちょっと申し上げた仮想通貨だけでポートオリオを運用することでの、まあ、結構メリットというかあのー、まあアップサイドもあると思うんですよねさっき言ったみたいなそのあれ,れツイッターかなツイッターで申し上げたようにあのー、まあルナ だからまあテラのプラットフォーム上でのステーキングっていうのはやっぱ19%ぐらい利回りが出たりもするので、まあ、その辺りを駆使していくとあまあまり株式マーケットで投資すするる意味ないいいよねとう人も結構出てくるかと思いますでそうなってくるとやっぱりその仮想通貨マーケットに資金がまあ残り続ける可能性は十分あると思いますし短期的にもちろんビットコインだったりイーサ a を下げる局面はあると思うんですが、まあ、安くなったところへのしっかりとした買い支えっていうのは入りやすいんじゃないかなとは思うので。 あのまあ、引き続き、僕は仮想通貨にひじを置いた投資戦略というのをやっていきたいかなと思っております。はい、で、まあ、このあたりの FOMC を受けて、マーケットとしては引き続き、えーと、今のところ年でいうと10回利上げ、10回利上げということは、後のこの,あの残りの期間で50ベースポイントの利上げというのを3回やるというのをメインシナリオとして、今、マーケットは動いていくかと思います。 まだまあそのシナリオ100%というよりも大体まあ80%ぐらいですかね、折り込んでいるような感じにはなっているので、まあ、これの折り込みというのがさらにどん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 進んでいく可能性もありますし、50ベースポイントの利上げ今年4回やるべきだみたいなこともコメントとしては出ているので、まあ、このあたり、どれぐらい折り込まれていくのかというのを見ていくことで、株式マーケット、および仮想通貨マーケットへの,、まああのプレッシャーというのが剥がれていくんじゃないかなと思います。 はい。もう一つ非常に今後マーケットを占っていく上で、まあ、その物価上昇の、あの、まあ、左となるものをですね、見ていきたいと思うんですが、えっと、イギリスの方でまた新しい、あの、変異株が出てきましたと。で、これはオミクロンとそれ以前の、あの、変異株っていうのがなんか合わさったみたいなものになっていて、まあ、どん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 また感染拡大しているようなんですけれども、まあ、こんな感じで、あの、また新しく変異株が出て、どんどん収まらずに、 あの例えば上海みたいにまたロックダウンとかっていうのを世界的にやるようであればやっぱりこの f e ッがずっと言ってきていた今年の後半へのこの後半の,あの物価上昇のその一段落みたいのはもうちょっとやっぱり難しいかなというふうに思いますよね。でまあ実際その辺りに関しても f e ッはある程度諦め始めてるんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りの発言がまた大きく変わってくるようだと、まあ、マーケットへのインパクトっていうのは また悪い意味で出てくると思うので、まあ、そのあたりは、こういったしっかりとコロナ関係のニュースっていうのは、まあ、今あんま話題になってないんですけども、えー、ちゃんと追いかけていた方がいいんじゃないかなと思っております。はい。で、えー、仮想通貨のマーケットのニュース、ちょっといくつか見ていきたいんですけれども、やっぱりですね、このインタレ,インタレストレートフィアーズっていうふうにありますけれども、まあ、金利上昇に対してのマーケットの恐怖が、えー、大きく株式マーケットじゃなくて仮想通貨マーケットの 時価総額を削りまましたみたみいいなな感じのニュースにもなっています、まあ、やはりあの仮想通貨のマーケットも今一番注目しているのはあのマクロンのニュース特にフェットの、まあ、今後の動向というところだと思うので、まあ、この辺りの関連性というのをしっかりと見ながら日々マーケットを見ていくと、えっとまあ、より理解が進むというかあの、まあ、いいんじゃないかなと思いますで、まあ、その一方でまたテラの財団がですね250ミリオン ビットコインを買いましたとで、現在1.6ビリオン買っていて、まああと残り1.5ビリオンぐらいは、えー、この1ヶ月ぐらいでもしかすると買っていくんじゃないかっていうことがまあ記事にはなっています。で、まあ最終的にはなんですが、まあ10ビリオン買いたいというふうには言っているので、まあその3ビリオン買った後に残りの7ビリオンどのタイミングで買うかっていうのはまだ公表はされていないんですけれども、まあこういった形でビットコインへの買いっていうのはしっかりと入っているところに加えて、おそらくこのまあ準備資産として、 ビットコインだったりとかを買いに行くっていう動きは他のところも今後どんどん出てくるんじゃないかなと思うので比較的やっぱり今今仮想通貨のマーケットでどん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 規制が進んだりとか世界的にも非常に情勢が不安定になって今ドル高でどん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 ドルが高くなってるんですけれどもそれに伴って各国の まあ特に新興国のの通貨いいうのが弱くなっている、まあ、資源国は別なんですけれども新興国が弱くなっているということを考えるとそのドルだけ持っているっていうのも非常に危険というかよ、まあ、くないっていうところもあるので、まあ、こういったビットコインだったりとかを持とうっていう動きが今後加速してもおかしくないんじゃないかなと僕は思っています。はい、でここから、えっと、オプションのマーケットだったりとかオンチェーンのデータ見ていきたいと思うんですけれども結構ですねこの チャート見て、ここ、特にここ見ていただきたいんですが、コールプットレーションって書いてますけども、今だいたい0.9ぐらいなんですよね。で、これが、えっと、数日前まで1.8ぐらいだったので、まあ一気にプットオプションの回っていうのがマーケットで進みました。これは、まおとといのブレーナードさんの発言が、まあ、本当に大きな大転換のタイミングになったと思います。はい。<laughs> すいません。ちょっと水飲まさせていただきました。えっと、で、やっぱりこれマーケットの、 まあ非常にあの短期なセンチメントを反映していると思っていて非常に取引が多かったのがえっとこの4月末というところと5月末この辺りのボリュームが一気に飛んできたんですよねなのでまあもちろんこの直近のえっと4月7日8日15とかっていうところも大きくオプションマーケット動いているんですけども結構その 長期のオプションで、まあ、8月のタイミングとかもそうかもしれませんが、8月9月です、ね、のタイミングもそうかもしれませんが、結構その長いところに関して、まあ、そういった動きが出てきるというか、まあ、長めの、長めというのは期間が遠いところですね。に関しては結構そのコールオプション一色だったマーケットの動きが、プッともうドーンと入ってきたというのは、まあ、さらに引き続きマーケットはまあ警戒感が高まっているような状況かと。 思っていますただし、まあ、そのオプションマーケットであの今こういうふうにドーンと結構あの動きしているのは一日一日でも結構動くんですよね。でなのでまあそういった意味では本当にマーケットの、まあ、その恐怖感を見ていくには、えっと、こういったオンチェーンのデータが見ていく必要あるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、今オンチェーンのデータを見ていく限り例えばこのまあクジラの人たちに関しては今 どん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 数が増えていてこのマーケットが少し下がってるもしくはその上値が重い環境でもポジションの積み上げっていうのはしっかりされていたりとかもするんですよねあとはあのこのビットコインをまあ本当に少しでも持っている人たちの数っていうのはどん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 ,どん増えてきているのでビットコインの新規参入とか、まあ、大口の投資家っていうのはまあ継続して入っているんじゃないかと思うのであまりその全般的に仮想通貨マーケットから も,ものすごく資金が抜けているとかっていうような感じは正直全く感じないなと思います。プラスこれに加えて、えっと、常に皆さんと一緒に見ているビットコインの総発行枚数のうちどれぐらいがエクチェンジあるかっていうのは順調に下がっているというところもあるのでやっぱり特に大口の買いがしっかりと入ってというか解除されてリップでどん,どん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 買っていくんじゃないかなと思います。まあ、ただ短期ではやっぱりあのに向けて弱含む 局面もあったりはするんじゃないかと思いますが、まあ、それが長期のビットコインへのネガティブなサインなのかというと、まあ必ずしもそうではないのかなと僕は思うので、まあ、結構しっかりとディップで、あの、まあドーンと下がってくるタイミングがあれば、まあ、そこではまあしっかりと、あの、普段買うよりも多くのポジションを追増していきたいなっていうのは僕としては思っております。はい。あとはですね、まああの、今の のタイミングでちょっとこれレバレッジエーシー上がってきてますけれどもまあこれはあまりそんな気にすることではないかなというところに加えてあとはこちらですね僕はベーシスを結構あのよく見てるんですけれども3か月先のビットゴインの先物と現物の価格のまあ差をベーシスっていうんですがまあ引き続きこれはまああの上昇していますしまあ7%から12%っていうのが平常時のベーシスになっているのでまだまだそんなにあの強気ゾーンっていうのに入ってないと思うんですよね なので、まあ今、比較的まだマーケットは警戒しているような状況かと思いますので、今後本格的に上昇していく際には、もっともっとアップサ,ップサイドというか、加速的に上がっていく局面があるんじゃないかと思うので、まあそういった局面に向けて、しっかりとポジションを積み上げていくというところをやっていきたいなと僕は思っております。やっぱりこの仮想通貨マーケットに関しては、まだまだ本当に、これからだと僕は正直思っているので、あんまり短期的な動きに惑わされるというよりも、 まあ自分がまあ買ってもいいかなっていう安心感がある程度あるタイミングでポジションをどん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 積み上げていくのがいいかなと思います。はい。あとはこちらオプションの、えー、まあボラティティ、いわゆる、まあポジションの価格なんですけれども、まあ、結構そのロングタイムのオプションの価格っていうのはまだしっかりと、えー、まあ安定的に推移をしているので、あのマーケットが、まあ何て言うんですかね、あの、まあ特にここ、 最近の大きいボラリティ,ティがトンとかっていうふうに高まってないので、まあ、短期も含めてですねマーケットで大きな恐怖感があるというよりも、まあ、引き続きあのマーケットではある程度安心感を持ってマーケットを見ているような人が、まあ、比較的多いんじゃないかなと思っております。 はい。そんな感じですかね。まあ、あとはやっぱりそのレベル感的にも、ちょっとここ見ていただければ分かる通り、このブルーがで、あの緑のラインっていうのは結構、リグイのフローが出てるっていう意味なんですけれども、やっぱりここ最近の大きな上昇、5万ドラインの向けての動きで、まあ、結構やっぱりしっかりと、あの、リグイも出てるので、まあ、いいリグイのポイントに、やっぱりまあ、このあたりはなりやすかったのかなっていうのは正直ありますよね。やっぱりこの勢いがあって急激に大きく上昇してきてるタイミングっていうのは、利上げのフローも入りやすかったりはするので、 あ,のまあ、あまりそれについていかず、まあ、しっかりとこういったちょっと一休みのタイミングでポジションを作るっていうのも結構やっぱり重要な要素だったりもするのかなと思ってはいます。はい。ということでいかがでしたでしょうか。ちょっと今日はあのオンチェアのデータを見たかったのでニュース少なめでしたけれども、まあ、また別の回で。 諸々のニュースあとはですね、ちょっとあの今ガラガラ声になっているんですけれども、部屋が乾燥していたりとかですねして、ちょっと体調を崩しがちになってますがえ、皆さんにできるだけ多く動画を届けたいと思いますので、ぜひ継続的に動画を見ていただけると嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。